ありがとうございます。待たせて悪かったな。あ、いや、俺の方こそ時間を作ってもらって申し訳ない。それで相談というのは？単刀直入に言うと、頼みがあるんだ。宣伝公演を復活させてもらえないだろうか。宣伝公演を？どうしてまた急に？宣伝公演はワンダーステージだけではなく、外部との交流ができる素晴らしい機会だった。特に最後のアークランドとの公演はとても刺激になったし、自分自身成長もできたと思っている。そこでこれからもワンダーステージ以外の場所で公演をしたいと思ったんだ。なるほど、成長のために。もちろん俺たちのショーを見るためにフェニックスワンダーランドに足を運んでくれる観客がいることも分かっている。そういう客の期待にも全力で応えていきたい。だから宣伝公演という形でなくても構わない。この先も何か様々な舞台に立つ機会を設けてもらうことはできないだろうか。きっとそれは俺の夢のためだけではなく、ワンダーステージのショーをより良くすることにもつながっていくと思うんだ。話は分かった。それに君の言っていることも理解できる。それじゃあ。だが正直今は難しい。前にも話したが、宣伝公演の目的はその名の通りフェニックスワンダーランドの来場者を増やすためだった。そしてその役目を君たちは全うしてくれた。だからこそ君も分かっているように、客は君たちのワンダーステージでの公演を望んでいる。今せっかく園に来た客をないがしろにしてまで別の場所で公演をすることは考えていない。それは。それに経営目線で話をすれば、宣伝公演は採算度外視のいわば投資だった。先々で会場を抑えるのにも、スケジュールを調整するのにも、もろもろの費用がかかる。お前が思っているよりも莫大にな。ああ。だからフェニックスワンダーランドの宣伝をするという目的を達成した以上、外でやる理由はもうないんだ。確かにそうだな。二人の言っていることはもっともだ。そもそも俺はショーキャストとして雇われている身だ。バイトをしながら自分の成長につながる経験をさせてもらえるのならそれが一番だが、向こうには向こうの事情がある。それに俺の夢の都合を押し付けるわけにもいかない。それは分かっている、分かっているのだが。とはいえ今が難しいというだけで、いずれまたそういうことをやる機会もあるかもしれない。だから今はワンダーステージに注力してほしい。分かった、無理を言ってすまなかったな。確かに宣伝公演を見て園に足を運んでくれた客を裏切るわけにはいかない。少し自分でも考えてみようと思う。正直に言えば俺たちも個人としてはできる限りお前の意向に沿いたいとは思っている。だが俺たちは個人の前に経営者だ。一人のスタッフだけに特別待遇はできない。ああ。だからどうあがいてもすり合わない部分があるだろう。そうなった時、いずれ君にも選択しなければならない時が来るのかもしれないな。選択しなければならない時。そうだな。遅い時間に悪かった。それじゃあまたステージで。
った。気をつけて帰れよ。遅かれ早かれこういう時は来ると思ってたが、まさかこんなに早いとはな。仕方ない。それほどアークランドとの交演が刺激になったということだろう。こうなったら多少の時間稼ぎはできたとしても止められないだろうな。きっといずれ彼は明確にワンダーステージを出たいと言い出すだろう。そうだな。とはいえやれることはやっておこう。互いにとっていい方向で話がまとまるならそれが一番だ。だがこちらが手を尽くしても彼が外に出ると決める時が来たら、その時は。よーし、発声練習はここまで。少し休憩を挟んでから再開するぞ。なんだかこうやってワンダーステージでゆっくりするの久しぶりだね。宣伝公演が終わったと思ったらお正月の巡業もあってなかなか落ち着けなかったからね。でもでもすっごく楽しかったよね。海も山もスキー場も行ってショッピングモールでもショーできちゃったし。どう考えても私たちとんでもないスケジュールで動いてたよね。ですが素敵な公演になってよかったです。そうだな、獅子舞ロボも喜んでいたし何よりだ。うんうん、私たちのショーでみんなキラキラ笑顔にできて嬉しかったな。これからもたくさんの人を笑顔にできるようにまたワンダーステージで頑張っていこうね。そうだね。じゃあ早速次の演目の打ち合わせからやっていこうか。すまん、その前に少しいいか。どうしたの？実は今度修行がてらとある演劇のワークショップに参加しようと思ってるんだ。もちろんワンダーステージを優先するつもりだが、念のため報告はしておこうと思ってな。ワークショップに？え、何何？そのワークショップって参加者が体験をしながら学べる講座のようなものだよ。講座によってやることは様々だけれど、そこではどんなことをやるんだい？1ヶ月程度の期間で発声からシチュエーション別の演技の手法など基礎から応用まで様々なことを教えてもらえるらしい。著名な演出家の主催で盾などのアクションも学べるようでいい刺激になりそうなんだ。うわー、なんだかすっごく楽しそうだね。ずいぶん本格的な感じだけど、どうして突然参加することにしたの？外部との交流が今の自分にとっては大きな刺激になると感じてな。この前の正月巡業もそうだったが、何よりアークランドとの合同公演では自分の演技力が一段階向上したように思えた。だからこれからもそういう成長の機会が欲しいと思って修行する方法はないかと探していたんだ。そうだったんだ。じゃあそのワークショップはネットかなんかで見つけたの？いや、面白そうなものはいろいろあったんだが、どれを受けるべきか悩んでいてな。それにできれば演技に精通している役者とも交流したいと思っていたから、つてがありそうな朝日さんに相談してみたんだ。なるほど、朝日さんに。確かに彼ならいいアドバイスをくれそうだね。なあ、朝日さんが以前参加していい勉強になったというワークショップがまた開催されると教えてもらえた。それならぜひ受けたいと思って申し込んだというわけだ。そうだったんだ。それじゃ朝日さんも一緒に参加するの？いや、朝日さんはその期間
大事な公演があるらしくてな。だから今回はこの俺一人単身で挑むつもりだ。経験者たちの中でやっていけるのかという不安はあるが、夢のためならば火の中にだって飛び込む覚悟だからな。火の中に飛び込むのはどうかと思うけど、でも夢のためならか。そうだよね。司くんの言うように、僕もとてもいい機会だと思うよ。こちらのことは気にせず頑張ってきてほしいな。うんうん、司くんが未来のスターになるためだもんね。私もいっぱい応援するよ。くれーくれー、司くん。うん、熱い声援感謝する。それでそのワークショップはいつから開催なんだい？来週からの予定だ。え？そんなすぐなの？となると結構こっちの練習とも重なりそうだけど。先ほども言ったが、ワンダーステージに穴を開けるつもりはない。どちらも両立してこそのスターで座長だからな。それならいいけど、本当に大丈夫？稽古の掛け持ちは体力的にも消耗が激しいはずだよ。限界を感じたら遠慮せずに行ってほしいな。まあ心配無用だ。こういう時のために常に体調は万全に整えてあるからな。おっと、そんな話をしていたらもうこんな時間か。時間を取らせて悪かったな。気を取り直して次のショーに向けての作戦会議と行こうではないか。そうだね。なんだか今日の司くん、すっごくキラキラしてて、見てると私までニコニコしちゃうな。きっと夢のために頑張ってるからだよね。司くんのスターになるって夢叶うといいな。頑張れ司くん。おはよう M。 今日も早いね。例のワークショップの初日だって言ってたし、いつもよりちょっと遅くなってるのかも。お昼までワークショップを受けて、その後を続けてここで練習すると言っていたね。スケジュール的になかなか大変そうだけど。ゴー！あ、この声。すまーん、遅くなった。別に遅れてないから。練習の時間まではまだ15分くらいあるし。まあいつも司くんは誰よりも早く来ているから、それと比較したら遅いのかもしれないけどね。ねえねえ、今日ってワークショップの最初の日だったんでしょ？どうだった、どうだった？おお、よくぞ聞いてくれた。確かに稽古の時間まではまだあるな。ならば話してやろう。あの時間を一言で言うと、言うと、まさに最高という単語がふさわしいだろう。うわー、参加者の自己紹介一つとっても芝居の練習となっていて、一瞬も気を抜けなかったが、その緊張感もまた刺激的だったぞ。自己紹介でもお芝居ってどういうこと？つまり自己紹介をする代わりに自己紹介をするということだ。いや、余計意味わかんなくなったんだけど。説明が難しいな。自分の名前を名乗った後、
全員が同じ自己紹介のセリフを言うんだ。私は丸抜株式会社第三営業部の佐藤太郎です。顧客のビジネスをアシストするのが私の仕事です。どうぞよろしくお願いします、というのが与えられたセリフだが、それぞれの演じ方は異なるから個性が見えてくる。例えば、丸抜株式会社第三営業部の佐藤太郎です、というのが俺が描いた佐藤太郎像だが、私は丸抜株式会社第三営業部の佐藤太郎です、と演じた役者もいた。なるほど、同じセリフでも全然違う人に見えるね。そういうことだ。逆に言えば、個性がなければ誰にも覚えてもらえない。まさしく役者としての才覚が問われる自己紹介だった。へえ、難しそうだけど面白いね。うん、主催の演出家というのが実際どんな人物なのか興味をそそられるよ。そうだな、その他の練習も独特でなかなか癖の強い人だったが、そういう演出家には慣れているからな、特に問題はなかったぞ。ルイ君のおかげだね。この場合、おかげと言っていいのか悩ましいところだけどね。1回目からそんな濃いレッスンができるなら、この後の内容も期待できそうだね。ああ、どんなことをやるのか楽しみだ。そうだ、そういえばワークショップの最終日は小さめのホールを貸し切りにして公演を行うらしい。関係者だけ招待できることになっているから、その時はぜひ見に来てくれ。わあ、私たちも見に行っていいの？楽しみだな。演目はもう決まっているのかい？な、何本か候補があるらしいが、役者の素養を見て決めると言っていてな、まだどうなるかわからないんだ。なるほど、興味深いね。確かにその方が面白いものが出来上がりそうだ。僕も集大成の公演を楽しみにしているよ。ああ、俺自身の勉強の成果もそこで見せるつもりだから、期待していてくれ。それじゃあ、そろそろ時間になるし稽古始めよっか。そうだね。司くん、練習続きだけど大丈夫？大丈夫どころか、いい具合に体も温まっていてパーフェクトコンディションだ。いつでも始められるぞ。気合十分だね。それじゃあ最初のシーンからやっていこう。あ、さあ、これが噂の剣だ。この台座から引き抜いたものが世界を救う英雄になると言われている。とはいえ、今まで抜いた人はいないけどね。どんな豪傑も名高い剣豪でもダメだったから。だからこれはもともと抜けないように作られたものだなんて言われてるよ。もしくはまだ世界を救う英雄さんがいないってことなのかな。そんなおとぎ話を信じているなんて、ずいぶん可愛らしいね。だが、どうやら君もその一人のようだ。それに、この剣を引き抜く力が自分にあると信じているように見える。違うかい？わからない。僕には剣の技量はない。岩を叩き割れるような剛腕も。でも、それでも、いつからかあるんだ。体を突き破るような熱が、この世界を守らなくてはという、
魂に刻まれたような思いが。なんか今日の司の演技、いつもと違う。なんだろう、妙に説得力がある感じがするっていうか。普通に台本を読んだだけではこのセリフを今演じたような感情で表現しようと思わないはずだ。この男が英雄になるという背景を踏まえて、世界を背負う男たるように情熱的に演じようと考えるはず。でも司くんの解釈は、すっごいよ司くん、今の演技本当にすごかったよ。そうだね、まさに人を引きつける芝居だった。はぁはぁ、ここまでみんなに褒められるとなんだかむずがゆいな。なんかすごく説得力があったけど、どうやって今の演技を作ったの？実は事前に家で練習をしていたのだが、自分の演技にどうも納得がいかなくてな。ワークショップの仲間に相談したら、自分なら役と似た環境で過ごすと言われてやってみたんだ。似た環境で？なあ、最初は意味がよくわからなかったかな。ひとまずそのまま言葉通りやってみようと思って、大通りの道端に座ってみることにしたんだ。このシーンの英雄はまだ貧しい靴磨きだったからな。だが怪しんで誰も寄りつかなかった。それはそうだろうね。しかしおかげで理解することができたんだ。英雄がこのシーンの時に感じていた孤独を、自分は大勢の人間の中の一部でしかない、自分がこの世界で何をなせるかもわからない、なのに昔から胸の奥から湧き上がるような使命感だけはある。だったらその使命にかける思いが本物なのか確かめる時、この役は俺はどう思うだろうかと考えた。考えて確かめたいという期待と、裏切られたらという不安、そういう感情が入り混じると思ったんだ。それで今の芝居ができたんだね。普通に台本を読んだだけでは今のシーンは情熱的な演技になりそうなものだけれど、司くんの解釈にはかなりの説得力があったよ。うんうん、すっごくよかった。私自分のお芝居忘れそうになっちゃったもん。そうだろうそうだろう、やはり外で修行するのは刺激があっていいぞ。今回のワークショップが終わったらまた新しいところも探してみようと思っているんだ。あとは他の劇団で客演もしてみたいものだな。客演？客演ってなんだっけ？普段所属してる団体とは違う団体で舞台をやることだよ。わかりやすく言うと特別ゲストみたいなものかな。ああ、力をつけられる機会があるのならばそれを逃す手はないだろう。もちろんワンダーステージとも両立するから心配しなくていいぞ。あ、そっか。 M 君？あ、ううん、なんでもないよ。なんだろう、今なんだかちょっと変な感じがした。司くんには夢があるんだし、他の場所でもお芝居してみたいって思うのは当たり前だよね。だからワークショップにも行ってるんだし、私もそれを応援してた。なのに、この気持ち。よし、今日の稽古はここまでだな。お疲れ様。今日もいっぱい練習できてすっごく楽しかったね。そうだね。それに
今日の稽古は司くんのおかげですごく良くなったと思うよ。うん、私たちも滑舌をもっと良くするための発声術とか身体表現についていろいろ教えてもらっちゃったしね。はぁはぁはぁ、気にするな。修行の成果のお裾分けというやつだ。でも私たちはワークショップに出てないのに、司からこんなに教わっちゃっていいのかな。それなら問題ないぞ。ワークショップの目的は演劇界全体を良くするためだから、教わったことはどんどん広めていってほしいと言っていたからな。へえ、素敵な志だね。M？ なんかおとなしいけど、どうかしたの？なんでもないよ。みんなの演技がすごかったから、頭の中でもう一回再生ってやってたんだ。もう、何それ。でもいっぱい練習したからお腹ペコペコになっちゃったね。あ、今からいつものファミレスに行かない？新メニューの季節のパフェが美味しいってほなみちゃんに教えてもらったんだ。そうなんだ。ちょうどお腹減ってたし、いいかもね。季節のパフェか。そういえばさきも同じことを言っていたな。俺もぜひ食べたいと思っていたのだが。何か用事でもあるのかい？実は明日のワークショップで一人芝居の発表があってな、その練習をしなくてはと思っていたんだ。あ、そっか、そういうのもあるんだね。じゃあ司は今日は難しいか。すまないな、みんなでパフェを堪能してきてくれ。うん、司くんも頑張ってね。へえ、新しいパフェってこんなに種類があるんだね。なんでだろう、司くんがニコニコでワークショップの話をしたり練習に行っちゃうと変な感じがする。ずっと応援してたはずなのに、どうして。 M 君、どうしたんだい？あ、なんでもないよ。ちょっと練習で疲れて眠くなっちゃってたかも。でも本当にパフェの種類いっぱいあるね。ねねちゃんはどれにするか決めた？ああ、私はこのレモンのパフェにしようかなって。なんか珍しいしさっぱりしてそうだから。ねねちゃんらしいね。私はこのいちごのやつにしようっと。アイスがお星様の形になってて可愛いし。確かにそれアイス可愛いよね。ちょっと気になってたから悩んだんだ。じゃあねねちゃんにもあげるね。代わりに私もねねちゃんのちょっともらっちゃおーっと。ルイはどれにするの？僕はこの牛肉 100% のハンバーグにするよ。え、パフェ食べに来たんじゃないの？そのつもりだったのだけれど、メニューを見ていたら甘いものの気分ではなくなってしまってね。じゃあじゃあいつも通りハンバーグについてきた野菜は私がもらうね。パフェと付け合わせの野菜、相性悪くない？まあ二人がいいって言うならいいけど。じゃあみんなが決まったなら呼び出しボタンを押すよ。ボタンより M の声の方が大きい。うわー、私のお星様もだけど、ねねちゃんのパフェもすっごく可愛いね。
大きいよな。どうやらメニューがマイナーチェンジしたみたいだね。ただ野菜が少し多くなっているのはいただけないな。大丈夫、私と司くんで食べるから。でも司くんはピーマン嫌いだから。あ、今日は司くんいないんだったね。気持ちはわかるよ。司くんがいないのは珍しいからね。いなくてもいるような気がするんだから、ほんと妙に存在感強いっていうか。でもそういえば前にもあったっけ、司が一人で練習してたこと。ああ、ピアノ弾きのトルペをやった時のことだね。あの時も役のために無茶をさせてしまったと思ったけれど、ここ最近の司くんはそれ以上に頑張っていると思うよ。うん、最初に自分で言った通り、ワンダーステージもワークショップもちゃんと両立させてるし、教わったことも本当にたくさん吸収してすごく成長してる感じするよね。うん、すごいよね。最近の司を見てたら、なんか私も負けてられないなって思っちゃった。正直知らない人と交流したりするのって怖いけど、いろんなことを勉強できるのっていいなって思ったし、私もワークショップに行ってみようかな。え？そうだね、ネネの夢のためになるのならいいんじゃないかな。司くんだけではなく、ネネもとなるとみんなで集まる時間が減って少し寂しくなりそうだけれどね。寂しい。このモヤモヤってもしかして寂しいからなのかな。無人島でみんなとお話ししたときに、いつかお別れすることになるっていうのは分かってた。分かってたけど、そんなのまだまだ先のことだって思ってた。でもみんなもう未来のことを考えてる。司くんだけじゃない、ねねちゃんもるいくんも私が思ってたよりずっとお別れする時は近づいてきてるんだ。だからみんながみんなの夢に進んでいったら、もう M？ あっ！何ぼーっとしてるの？アイスすごい溶けてきてるよ。器からも溢れてるし。もう、ほら、おしぼり。早く拭かないとシミになっちゃうよ。ねねちゃん、ありがとう！パフェは早く食べないと、こうなってしまうのが難しいところだね。せっかくの星も、もう溶けてしまったみたいだ。あ、お星様。今日もお疲れ様。うん、有意義な稽古だったな。司はこれからまたワークショップの宿題？いや、宿題はないのだが、ワークショップ最終日の公演に向けて練習をしようと思っているんだ。最後の公演。そうだ、そういえばワークショップの最終日は小さめのホールを貸し切りにして公演を行うらしい。関係者だけ招待できることになっているから、その時はぜひ見に来てくれ。そういえば最後に公演やるって言ってたっけ。それでその時私。
もう練習に入っているということは、演目は決まったのかい？ああ、しかしそれは当日までのお楽しみだ。え？教えてくれないの？もしかしてそれも演出家の要望とか？いや、これは単純に俺が秘密にしているだけだ。なぜならその方が面白いからな。もう何それ。でも確かに当日までワクワクしていられそうだね。そうだろうそうだろう。ということで、これがその公演のプラチナチケットだ。これがルイノで、これがネネノ、そしてこれが M の分だ。楽しみにしていてくれ。必ずや皆の期待を裏切らない素晴らしい公演にしてみせるぞ。ありがとう。つかさくんのお芝居どんなのなのかな、楽しみだな。大丈夫。つかさくんがいろんなこと勉強してお芝居うまくなるのは私だって嬉しいもん。つかさくんの夢ちゃんと応援しなくちゃ。寂しいなんて言ってられないよ。だっていつか必ずお別れは来るんだから。来るんだから。ダメだな、いいことなんだからって分かってるって思いたいのに。もうこんな時間か。なんだか最近は時間が過ぎるのがあっという間に思えるな。ねえルイ、M のことなんだけど。ここ最近様子がおかしいようだね。やっぱりルイも分かってたんだ。 M は司がワンダーステージ以外の場所でお芝居をやることあまりよく思ってないのかな。昨日も私とルイが外で勉強してみるのいいかもって言った時からちょっと様子が変だったし。よく思っていないというわけではないと思うよ。最初にワークショップの話を聞いた時の M 君は心から司くんのことを応援していたからね。うん、確かに公演の話をした時も楽しみって言ってたもんね。でもじゃあなんで。これは僕の推測でしかないけれど、 M 君は司くんが夢への階段を登っているのを見て僕たちの別れが近づいたことを実感してしまったのではないかな。じゃあ M は私たちと離れ離れになることが寂しいから元気ないってこと？おそらくそうだろうね。まだ先の話なのに、しょうがないんだから。セリフと表情が合っていないようだよ。あんまり見ないでよ。まあ、もしかしたらそんなに先のことでもないのかもしれないけれど。え？とはいえ、難しいね。M 君を元気づけてあげたいけれど、この問題には明確な解決方法があるわけじゃない。そうだね。でもこのまま放っておけないし、何か私たちにできることがあればいいんだけど。どうするのが M 君にとっていいものか。ルイ君。え、レン？ネネちゃんも一緒だったんだ。
いきなりごめんね。カイトがショーの演出に悩んでて、ルイ君に相談したいから呼んできてって言われたんだけど、もしかして二人もなんか困ってるの？うん、ちょっとどうしたらいいかわからないことがあって。よかったらみんなにも話を聞いてもらえないかな。もちろんカイトさんの相談にも喜んで乗らせていただくよ。わかった。じゃあみんなにもそう伝えておくよ。世界で待ってるね。そっか、 M ちゃんはみんなとのお別れが近づいてるって思って寂しくなっちゃってるんだね。うん、だからどうにか元気を出してもらえたらって思ったんだけど。夢を叶えるために離れ離れになってしまうのは対応のない事実だからね。どう声をかけたものか悩んでいるんだ。確かに難しいね。僕たちが何を言おうと最終的には M ちゃん自身が気持ちの整理をする必要がありそうだし。 M 君自身が、リン、 M ちゃんのしゃんぼりした顔見たくないよ。いつもみたいにニコニコにしてあげたいね。そうね、落ち込んでいる時って嫌なことばかり気にしてどんどん気分が落ちていくこともあるし心配よね。へえ、メイクでも落ち込むことあるんだ。ちょっと私のことなんかと思ってるのよ。そう考えたらまずは落ち込んだ気持ちを回復できるように楽しめるようなことを見つけていく方がいいかもしれないね。楽しめるようなこと、 M の好きなことをやるとか。 M ちゃんの好きなことってなんだろう。近所の探検とかたい焼き屋に行くとか。あ、あとあとねねちゃんとゲームするのも楽しいって言ってたよ。この前学校の帰りにねねちゃんと一緒に買い物をしたっていうのもここで話してたよね。ふふ、 M ちゃんはねねちゃんのことが大好きなのね。それくらい別に普通だから。でもいろいろ考えたけど M が一番好きで一番喜びそうなのって。ワンダーステージとフェニックスワンダーランドだろうね。確かにそれが一番しっくりくる気がするわね。うんうん、だってそこにはエムちゃんの大好きなみんなもいるもんね。それならみんなで一緒にフェニックスワンダーランドで遊ぶのはどう？え？大好きな場所で大好きなみんなと一緒に遊べたら僕なら絶対元気になれると思うんだ。確かに、ミクのみんなと世界で遊ぶこと考えたらなんかすっごくワクワクしてきちゃった。確かに言ってることはわかるけど、私たちショーのために毎日のように出入りしてるし、そんな身近な場所で元気になってくれるかな。僕たちが何を言おうと最終的には M ちゃん自身が気持ちの整理をする必要がありそうだし。いや、
もしかしたらこれは妙案かもしれない。え、微妙だか？逆だよ、レン。妙案っていうのはとってもいい案ってことだから。ま、本当？じゃあ僕、二人の役に立てた？うん、とてもいいアドバイスをもらったよ。早速 M 君を誘ってみようと思う。ああ、悪いけれど連絡はネネにお願いできないかな。僕はこの後カイトさんと演出の話をしようと思っているから。それは全然いいけど。ごめんね、ルイ君。大変な時に相談を持ちかけたりして。いや、僕たちも助かったよ。ねえねえ、ねねちゃん、みんなで遊ぶとき、ミクたちも一緒に行ってもいい？あ、もちろんいいよ。Mもその方が喜んでくれると思うし。わあ、ありがとう。みんなでMちゃんを元気にしてあげられたらいいね。そうだね。楽しみは楽しみなんだけど、本当にこれだけでMを元気づけられるのかな。そして女の子とそのお父さんは夜空に浮かぶ船の形をした雲を仲良く見つめるのでした。久しぶりに読んだけど、やっぱりこのお話好きだな。夢みたいにドキドキで、でも夢じゃなくて、あ、いつかこのお話もみんなとショーにして。メッセージ？誰だろう、こんな時間に。あ、ねねちゃんだ。突然だけど、司の公演の日、開演まで暇だし、みんなでフェニックスワンダーランドで一緒に遊ばない？え？最近私たち結構忙しかったし、たまにはご褒美にいいかなって思って。ルイも大丈夫らしいから、Mがよかったら教えて。絶対だし、お魚コースターも乗りたいし、夜まで。司くんの頑張りました公演、きっとすっごくすっごく素敵なんだろうな。ワンダーステージとワークショップを両方やるのってすっごく大変なはずなのに、どっちもいっぱい頑張ってて、私たちとの練習の時もキラキラした演技になってるし、だからきっと公演でもスーパーウルトラパワーアップした司くんに。怖いな、そんな司くんを見ちゃったら、もっともっとお別れが近づいてる気がして、気がして、司くんのこともっと応援できなくなっちゃいそうで、こんな自分もすごくやだな。このままお別れが来るまでずっとみんなの夢を応援できなくなっちゃうのかな。そんなの、私。ワクワクフェニラン、嬉しいな。どんどんどんちゃんパレードだ。ねねちゃんとルイくんママかな。今日は一日中いっぱい遊ぶんだ。
む、もう来てたんだ。って言っても、まだ約束の10分前なんだけど。楽しみにしてくれていたようで、何よりだよ。それから今日は、M 君が喜びそうな報告があるんだ。え？なになに？それは僕たちのことだよ。ルイ君とネネちゃんに聞いてきちゃった。今日は、リクたちとも一緒に遊ぼうね。嬉しいこといっぱいで、お誕生日みたいだよ。司くんも来れたらよかったけど、公園あるからしょうがないよね。どうしよう。に、ぶっかり余計なこと言っちゃったかも。きっとまた、司くんと来る機会もあるよ。意外だよね。そうだね、司くん公演のためにきっと今いっぱい頑張ってると思うし、この公演が終わったら次は司くんとも一緒にもう一回行くよ。うん、じゃあ早くアトラクションの方に行こう。みんな乗ってみたい乗り物とかある？そのことだけれど、実は今日のためにプランを考えてきたんだ。なるべく多くの乗り物に乗れるようにね。本当？すごいよルイ君、ありがとう。じゃあみんな張り切って行こう。ゴーゴー。あ、エムちゃん待ってよ。まだルイのプラン聞いてないのに。表面的には元気に見えるけれど、やっぱりまだ気にしているようだね。うん、これで少しでも元気になってくれたらいいな。心の準備が。うわー、すごい高さから落ちる乗り物ばっかりでびっくりしたけど、この汽車の乗り物はゆっくり進んでていいね。あ、でもこれも最後に。よし、これで三大人気アトラクションは全部乗れたね。やったー、すっごく楽しかったね。確かに楽しいけど、僕はそろそろもう少しゆっくり進むアトラクションにも乗りたいかな。ミンはまだまだいけるけどな。ミクもミクもビューンとしてパビューンってやつもっと飲みたいよ。みんなすごいね、僕はもう目がぐるぐるだよ。確かにここまで結構駆け足だったし、一度休憩を挟もうか。そうだね、私も物理的に振り回されてちょっと疲れたし、飲み物とか買いたいかも。それならいろんな場所にお店があるから、一つずつ回っていくのはどうだい？店によって置いているポップコーンの味が違うから、それぞれ見てみるの楽しいと思うよ。へえ、そんなお楽しみがあるの？
ップコーンは名物なんだ。王道の塩バターからソーダ味まで、本当にいろんな種類があるんだよ。ソーダ味、どんなものかわからないけれど、シワシワでとっても美味しそうね。ミク君たちはこっちでは食べられないからお土産にするよ。みんなが好きそうな味を探して歩いてみようか。全部を回るとちょうど園内を一周できるしね。園内を一周？じゃあじゃあ一番近いとこから行こう。こっちこっち。ソーダ味のポップコーン、美味しそうだったね。みんなが世界に持ってきてくれるの楽しみだな。お店も結構並んでたのに、買ってくれてありがとう。問題ないよ。僕たちもみんなに味わってほしいと思っていたから。でも確かに今日は前より混んでいたね。そうね、向こうのお店にもたくさん人がいるわ。ほんと大行列って感じ。お休みの日だからかな、というのもあるかもしれないけれど、前よりたくさんのお客さんが来てくれるようになったからじゃないかな。たくさんのお客さんが？うん、またワンダーステージでショーをやる機会が増えて、以前のようにここに足を運ぶことが多くなったけれど、最近の園内は以前と見違えるようだと思わないかい？僕たちの宣伝公演の成果もあったということかな。うん、絶対あったよ。お兄ちゃんたちも最近客足が増えたのは宣伝公演のおかげだって言ってたし。嬉しいな。ちょっとずつだけど、おじいちゃんがいた時に戻ってきてるみたい。そうだね、お客さんの笑顔も増えて何よりだよ。そっか、ルイが M をここに連れてくるのも妙案って言ったのは。ねえねえみんな、僕レモン味のポップコーンのお店にも行ってみたいな。みんもみんも、レモン味のポップコーン、どんな色なんだろう。ソーダ味も青かったし、ちゃんと黄色くなってるのかな。あ、じゃあそっちの方が空いてるかもしれないから先に行ってみよっか。確かこの近くだったと思うし。やった、それじゃあねねちゃん案内よろしくね。え、あ、私？別にいいけど、道が合ってるか不安だから。ルイとエムも間違ってたら言ってよね。もちろんそのつもりだよ。うん、それにねねちゃんガイドさんならバッチリだから大丈夫。もうあんまり持ち上げないでってば。みんなニコニコになってくれて嬉しいな。それに他のお客さんの笑顔もたくさん見れて本当によかった。これからもショーをたくさん頑張って、もっとお客さんを増やせたら。あれってお魚コースター？ちゃん、どうしたの？
ニヤニヤして。なんだか、すっごく嬉しくなっちゃって。小さい子もお母さんもお父さんも、みんなお魚コースト楽しんでくれてるから。確かにね。なんかもう、すっかり人気アトラクションって感じ。もともとあのコースターは取り壊されることが決まっていたけれど、この光景を見ていると残せてよかったと思うよ。そうだよね。今はあんなにたくさんの人が並んでくれてるし、本当によかったな。おじいちゃんの遊園地を守れて。あの時は本当に無理なんじゃないかって思ってた。トランポリンドームも、お化け屋敷も、メリーゴーランドも、全部、なくなっちゃうって。でも、あの時、司くんが言ってくれたんだよね。経営がどうの、集客がどうのと言っているが、客はみんな、笑顔になりたいという気持ちでここに来る。ならば、万人に笑顔を届ける俺たちだからこそできることが必ずある。司くんがああ言ってくれなかったら、さっきの子たちのニコニコ顔はきっと見れなかった。それに、うん、またワンダーステージでショーをやる機会が増えて、以前のようにここに足を運ぶことが多くなったけれど、最近の園内は以前と見違えるようだと思わないかい？僕たちの宣伝公演の成果もあったということかな。司くんだけじゃない。みんなのおかげで、フェニックスワンダーランドはおじいちゃんがいた頃みたいに、こんなにニコニコで溢れてるんだ。みんなが私の夢を叶えてくれたんだよね。それなら私は。 M 君、大丈夫かい？あ、ごめん、私、あのね、私、司くんがワークショップに行くようになってから、なんだかモヤモヤしてたの。はじめは、どんどん演技が上手になってキラキラしてる司くんを見るのが嬉しくて、いっぱい応援したいって思ってたんだ。なのに、司くんが夢を叶えるために、もっといろんなとこに行きたいって言ってるのを見たら、お別れの時がどんどん近づいてるような気がしちゃって、なんだかうまく応援できなくなっちゃってた。エム。でもね、気づいたの。今日二人に誘ってもらって、園内を回って、たくさんのお客さんの笑顔を見て、私は私のフェニックスワンダーランドを笑顔でいっぱいにしたいって夢に近づいてるなって思ったんだ。それで、その手伝いをしてくれたのはみんなだったなって。だから今度は私の番だよね。みんなが私の夢を応援してくれた気持ちを、私もみんなに返したい。お別れするのが寂しいって気持ちは、多分、ずっと消えないと思う。でも、それでも、私は司くんの夢を、みんなの夢を、応援したいって思ったんだ。話してくれてありがとう。いつかバラバラになるって考えると寂しいよね。私もずっとそう思ってたからわかる。
そうだね。僕もこの前、明確に想像したんだ。みんなと別々の道を進む未来を。そうしたら、やはり、二人と同じように、寂しいと思ったよ。けれど、僕が出した結論も、二人と同じだ。寂しいという気持ちは、決して消えることはないけれど、みんなの夢を応援したいと思うよ。レイ君。両立する方法を、探したいけれど。どういうこと？いや、失礼。こっちの話だよ。ひとまず今は、M 君が前を向けてよかった。うん。もう大丈夫。みんなの夢を、一番前の真ん中の席で応援するよ。よかった。M が元気になってくれて。やっぱり M 君には、笑顔が一番似合うね。誘ってくれたのって私のことを心配してくれたから。まあちょっとはね。少し様子がおかしかったから気にかけていたんだ。そうしたら蓮くんが気晴らしに誘ってはどうかと言ってくれてね。そうだったんだ。ごめんね、心配させちゃって。蓮くんもありがとう。おかげで元気になれたよ。よかった。 M ちゃんがしょんぼりしてると僕も悲しいからね。本当にうまくいってよかったね。そうだね。でも今回のことで僕も改めて考えさせられたな。これから先の未来のことをね。見ろ。私と司は役者として、ルイは演出家として、いつかワンダーステージを出ていくことになる。でもその時きっと M は。そういえば結構時間経っちゃったけど、みんな司くんの席の時間は大丈夫かい？あ、そろそろ行かなくちゃ。確か席は自由だって言ってたから、一番司くんがよく見える席取らなくちゃ。そうだね。それじゃあ司くんの大切なステージを見届けに行こうか。ところだなんて思わなかったな。主催者がそれなりに名の知れた演出家だから、こういう場所を借りられるつてがあるのかもしれないね。席はこの辺にしよう。ここならよく見えるし、司くんにも頑張れって言えるよ。アニメの応援上映じゃないんだから。でももしかしたらそういう観客との掛け合いのある劇かもしれないよ。僕たちにはまだ演目が知らされていないしね。確かに。チケットにも成果発表会としか書いてなかったもんね。何やるんだろう。司くんは当日のお楽しみって言ってたけど、ワクワクしちゃうね。そうだね。本番で司くんの姿を客席から見ることは滅多にないから、僕も楽しみだ。ルイの演出じゃない劇をやるのも珍しいしね。なんだか私もドキドキして。
始まる。その犬が僕の影を取ったから取り返そうとしていたんだ。そっか、司くんがピーターパンなんだね。すごい、主役ってこと？そうみたいだね。司くんが今日まで黙っていた理由が分かったよ。そうだとも。ネバーランドで僕を知らない者はいないさ。もちろん、すべて実在する。海賊を率いる、忌々しいフック船長もな。ああ、当然さ。それに君たちが望めば、君たちも飛べる。どこまでも、夢の先へ。その最果ての島、ネバーランドへ。今の司の動き、本当にピーターパンそのものだって思えた。ピーターパンの役なんだから、当たり前なんだけど。なるほど。今の司くんは、足取りから役になりきっているね。足取り？ああ、改めて司くんを見てごらん。君にもできる。簡単さ、怖がらずに足を一歩前へ踏み出すだけだ。セリフを発している時もべったりと足を床につけずにつま先で跳ねるように動いている。あれは飛ぶことを知っているピーターパンだからこその足取りだ。普通の人間のものとは違う。違うのに驚くほど自然に見せられている。相当練習をしたのだろうね。この短期間でこんなに見せる演技ができるようになるなんて。本当にキラキラしてる。眩しくて目が離せなくて、私もお話の中にいるみたい。さあ、準備はいいか？何も難しいことはない。ただ強く願うだけだ。そうすればきっと飛べる。やっぱり私、司くんのお芝居が好きだよ。ステージにいる司くんのキラキラは、たくさんの人を笑顔にすることができるから。だから。だからきっと、司くんは世界のスターになれる。いつか、お別れの時は来ちゃうんだよね。だって、私の夢はフェニックスワンダーランドを笑顔でいっぱいにすることだから。でも私もう迷わないよ。司くんを応援する。それで
じいちゃんと同じ夢を、世界中の人を笑顔にするって夢を、司くんに叶えてもらえたらいいな。昨日は公演を見に来てくれて感謝する。早速俺の晴れ舞台の感想を聞こうではないか。はい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 、私に話させてください。うん、いいだろう。よし、M、発言を許可する。やったー。ね、すっごく楽しくてワクワクでウキウキでキラキラってしてて、ウルトラワンダホイの最高の舞台だったよ。まさか主役だったとはね。演技もいつもとは全然違う感じでびっくりしちゃった。はぁはっはっはぁ、そうだろうそうだろう、みんなが楽しんでくれたなら何よりだ。あの舞台を見たら聞くまでもないけれど、今回もとてもいい経験を得られたようだね。なあ、演技のノウハウももちろんだが、役者たちの話も聞くことができて、普段では得られない貴重な体験の連続だった。スキルアップできたという実感もあるし、こういうイベントには今後も定期的に参加したいと思っている。そっか。だが今回よその役者とやったことで、この4人で芝居をする楽しさにも、だからどうあがいてもすり合わない部分はあるだろう。そうなった時、いずれ君にも選択しなければならない時が来るのかもしれないな。つかさく？いや、とりあえずワークショップも終わったし、次はワンダーステージの本番に向けて準備をしなくてはな。今回学んだことも活かして、いつもよりいいステージにするぞ。そうと決まれば早速練習だ。来週の本番までに仕上げるぞ。そうだね。司くんの公演を見ていたら、僕たちのショーもまだ調整の余地があると思ったよ。私ももう一回頭から通して、もっとよくできるところがないか見直してもいいかなって思う。じゃあじゃあ早速やっていこっか。まずはみんな揃っているな。今日はまた新しい報告というより提案があってな。提案？というと？まあ似たようなものといえば似たようなもんだが、率直に言うと、次はワンダーステージとフェニックスステージで合同公演をやってみないかって話だ。え？フェニックスステージと？